2007年に発生したサブトロピカルストームアンドレア,アンドレアの水蒸気画像。亜熱帯低気圧とは熱帯低気圧と温帯低気圧の中間的な性質を持った低気圧のこと。大流圏下層では熱帯低気圧と同じ性質が見られるが上層では寒気を伴っていて温帯低気圧の特徴を有している。基本的には熱帯低気圧のように暴風を伴い、 湿った空気と大雨をもたらす。しかし熱帯低気圧と違って北半球で発生した場合、雲の塊は回転する中心の北側、または東側に偏って存在し、暴風の最も強い部分も中心から約5 0 0キロメートルほど離れた辺縁部にあるほか、構造上気象やトラフと繋がっていて、それらと関連性が強い。現在、 亜熱帯低気圧を低気圧の大分類として採用しているのはノア NHC など限られた機関のみである。NHC が管轄する大西洋海域やフランス気象庁管轄の南西インド洋では熱帯低気圧と同様に亜熱帯低気圧にも命名を行っている。一方、日本の気象庁では一般に馴染んでいないことなどから予報用語として採用しておらず、 公式には使用していない。亜熱帯低気圧が発生する海洋の表面海水温は約摂氏23度以上とされている。摂氏26度とされている熱帯低気圧よりも約3度低く、この中間にある海域の天候は亜熱帯低気圧の影響力が大きいと考えられる。ほとんどの亜熱帯低気圧は緯度50度より低い緯度で発生する。 亜熱帯低気圧は地域によりその性質が異なる。熱帯低気圧の発生数とは相反して北西太平洋よりも北、大西洋の方が亜熱帯低気圧の発生頻度は高い。北、大西洋や南西インド洋の亜熱帯低気圧は大流圏下層中層にあるウォームコアで強い大流が起こっている。南西インド洋のモザンビーク南方沖では通年で よく観測される。一方、北東太平洋の亜熱帯低気圧は、大流圏上層に存在する寒冷渦が、元となって発生するため、中層では、強い循環があるが下層では、風が弱い。後者は冬季に多く発生し、北、太平洋や、北インド洋、南東インド洋に多く見られる。北、インド洋では、亜熱帯低気圧の発生が、雨季につながる。 北西太平洋の亜熱帯低気圧と、その強度推定について、藤田幸男、菊池正、中鉢光一、上野忠義、長谷川洋平、田口春雄、気象衛星センター技術報告第30号、ピアニッシも1から31、1995年3月31日、JAXA 当該ページ内、小6より、 天気予報や解説では用いないことから削除した、用語気象庁、予報用語の改正について、2007年3月29日。クリス・ランドス、サブジェクト、A6 ホワット・イズ、A サブ、トロピカル・サイクロン、ナショナル・ハリケーン・センター、2008年6月14日、閲覧。マーク、A ランダー、7A5 モンスーン・デプレッションズ、モンスーン・ジャイアーズ、ミジェット・トロピカル・シクロンズ。 タッツセルズ、アンドハイインテンシティアフターリカーベッチャー、レッスンズ。ランドフロムユーズオブドボルザークズテクニクスインザ、ワールズモーストプロリフェクトロピカル、サイクロンベースン、アメリカンメテオロジカルソサエティー、2009年2月28日、閲覧。S、ヘイセンルス、クライメートダイナミクスオブザトロピックス、スプリンガー。 ピアニッシモ244 ISBN 9長7807億9231万3465 2009年2月28日閲覧ワールドメテオロジカル・オーガニゼーショントロピカル・サイクロンオペレーショナル・プラン・フォーザ・サウスウエスト・インディアン・オーシャン2006エディションピアニッシモ i 3 i 9 2009年2月28日閲覧 ありがとうございます。